はい、こんにちは。そしてこんばんは。白坂和也です。日本国内では新型コロナの感染爆発が止まらない中、1月7日とうとう2回目の緊急事態宣言が発令されました。ちなみに1月7日の国内の感染者は7500人を超えています。そして翌日8日には7800人以上といったように1万人を超えるのも時間の問題だと思われます。ところが呆れたことに菅首相はこの後に及んでもなお東京オリンピックの開催に意欲を見せています。そんな中、東京九段下にそびえ立つ伝統のホテルが大きな決断をしました。今日はですね、開催の余地など1ミリもない東京五輪、国内外のさまざまな動きを見てみたいと思います。それでは参りましょう。今回大きな決断をしたのはホテルグランドパレス。東京の九段下にそびえ立ち、徒歩圏内に東京ドームや武道館があるといった伝統のホテルです。そんなホテルグランドパレスが去年の12月28日付で衝撃的なお知らせを発信しました。それはホテル営業中止のお知らせ。つまり今年の6月末を最後に当面の間ホテルの営業を休止するというんです。ホームページには次のような文面が掲載されています。今般国内外での新型コロナウイルス感染拡大の影響により、ホテルの営業収益も著しく減少いたしました。大幅な経費削減と収支の改善に努めてまいりましたが、財務状況のさらなる悪化を食い止め、事業継続に関する検証を行う必要があるものと判断するに至り、2021年6月末日をもってホテルの営業を一旦休止することといたしました。なぜ1ホテルの営業休止が衝撃的だと言えるのか。それは東京オリンピックの開催を待たずして早々と営業に見切りをつけてしまったから。オリンピックの開催は7月23日から8月8日、パラリンピックは8月24日から9月5日までです。しかし、ホテルグランドパレスは7月1日から営業休止状態になります。つまり、東京のど真ん中の伝統のホテルがオリンピック直前にあたかもオリンピックなど当てにできないとばかりに営業をやめてしまうと言ってるんです。この事実を伝えてくれたのは選挙コンサルタントであり政治アナリストである大浜崎拓磨氏です。彼はこのような状況を東京五輪に期待するというよりは損切りをどうするかというフェーズに入っていると評しています。そしてコロナの影響により今年の夏まで持たない事業者が一斉にギブアップすることも想定されると懸念しているわけです。確かにこのままオリンピックを開催する体で突き進めば夏を待たずして春の嵐になるかもしれません。日本の政治家はみんな一様にオリンピックの開催には賛成の立場を取っている手前、声を大にしてオリンピック中止を言うものはほとんどおりません。またテレビや新聞といったメディアもオリンピックの中止には腰が引けています。なぜなら彼らはオリンピックのスポンサーでもあるからです。しかしその中でも一貫してオリンピック中止を訴えているのが令和新選組の代表山本太郎氏です。ちなみに山本氏は先の都知事選でもオリンピック中止を公約に掲げ立候補した経緯があります。コロナに対し政府はまるで無策であると山本氏は言います。そして医療崩壊が迫っている自治体がある中でコロナに打ち勝った証しの開催など寝言に過ぎないと切り捨てています。山本氏に言わせればワクチン頼みの政府の姿勢は製薬会社の成果に身を任せるという意味において情けなく、また失業し貧困にあえいでいる人がたくさんいる中でいとも簡単にオリンピックの追加費用
3000億円が決まってしまうことに痛烈な批判を浴びせています。しかしオリンピック組織委員会の森喜朗会長などはオリンピックの開催に全く不安はないと言っています。今の時点でなんでやるやらないの議論をするの、やるのは7月でしょといったように、過去に日本は神の国であるといった発言をしただけあって何やら意味不明なことを言っています。さらに自民党の二階俊博幹事長は開催しないということのお考えを聞いてみたいぐらいだと発言、この後に及んでの強がりを見せています。極めつけは IOC のバッハ会長。バッハ会長は1月7日日本が緊急事態宣言を発令したことを受け、夏の東京オリンピックを安全かつ成功裏に開催するため引き続き全力で取り組むといった談話を寄せています。しかし現実はどうでしょうか。実は今年の2月中旬 IOC と日本の大会組織委員会とは進捗状況を確認するプロジェクトレビューを開くことになっています。そしてこの席では間違いなくオリンピック開催の可否が議論され、オリンピック中止といった結論が出されると思われます。なぜならこの時点ではオリンピックに前向きになれるほどコロナ感染が収束しているとは考えられないからです。そしてここで登場するのが IOC 最古参の委員ディック・パウンド氏です。パウンド氏もまた緊急事態宣言が発令された1月7日に極めて重要な発言をしています。彼はオリンピック開催について私は確信できない、ウイルスの急増は進行しているからだと語ったわけです。パウンド氏の名前は覚えている方も多いでしょう。彼は昨年の2月25日にもメディアに取り上げられています。その時、彼は次のような趣旨の発言をしています。3ヶ月経っても新型コロナウイルスが収束しなければ中止を検討する。判断の期限は5月下旬になる。さらに東京オリンピックの年内延期はありえないと言い、1年延期の可能性にまで触れています。そして現実に翌月3月にオリンピックの1年延期が正式に発表されました。もしかしたらパウンド氏は IOC の観測気球アドバルーンの役割を果たしているのかもしれません。 IOC の会長バッハ氏などは立場上安易に大会中止を口にするわけにはいきません。よってパウンド氏のような最古参の重鎮に大会中止をほのめかす発言をさせることで日本のみならず世界の反応を見ているというわけです。そのように考えるとオリンピック中止の発表中止のスケジュールがおのずと見えてきます。今年の1月 IOC の重鎮パウンド氏がオリンピック開催に懐疑的な発言をした。2月にプロジェクトレビューが開かれ、その場でオリンピック中止の方向性が固められる。そして3月、オリンピック中止が正式に発表される。そのような展開になるものと予想します。昨年、オリンピックの延期が発表されたのが3月24日でした。今年は3月25日に聖火リレーがスタートします。よって中止の発表は3月の早い段階になると思われます。菅首相をはじめ日本の政治家たちは今もオリンピックの中止を固くなに拒んでいますが、実はオリンピックの中止は最悪の選択ではありません。最悪なのは無観客で開催したり参加する国が少ないがためにスポーツの祭典などと銘打って形を変えて無理やりに開催することです。そんなことになれば日本にやってくる訪日客も激減。冒頭に紹介した大浜崎氏が指摘するようにオリンピックに関わる事業者が持ちこたえ損をするような、それこそ最悪の事態となります。大切なのは
一日でも早くオリンピック中止を決断すること、そして利権にまみれたオリンピックのことなどを忘れて国内の医療体制の再編成、そして経済の立て直しに邁進するべきです。私からは以上となります。今日の動画についていいなと思われたらチャンネル登録、そしていいねボタンをポチッとお願いします。また下のリンク先に関連情報も用意しましたので、合わせてご覧になってください。それでは最後までご視聴ありがとうございます。